はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの師匠が今日は価格破壊をお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、日本語もちょっと一昔前のね、あの話みたいな感じですけれども、これ今、現にですね、まあ、EU、欧州連合で起きていることなんですよ。で、これ何が、あの、そうなってるかっていうとですね、あの、ウクライナ産の食品を輸入してるんですよ。まあ、支援してるんでね。それで、あの、どんどんどん,どん輸入を増やせと。 まあ、あの、支援してる、応援してるということで、まあ、その意味合いもあって、輸入量をガンガン増やしてるんですよ。で、まあ、とりあえず、ま、東から、ヨーロッパの東からどん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 入ってくるわけですよね。で、それが、あの、思ったよりも、大量で、凄まじい量なんですよ。で、安いんですよね。で、何が起きてるかっていうとですね、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ールーマニア、ブルガリアあたりが、 まあ、入り口になって、どんどんウク,レウクライナから入ってきてるんですけれども、あの、安すぎてしまって、びっくりするほどの価格が低下してるんですよね。で、これはね、あの、要するにウクライナ産の卵、鶏肉、砂糖、蜂蜜、まあ、あとは油類ですね。植物性の油。あとは、まあ、穀物、油菜、砂糖、リンゴジュース。 まあ、ベリー、全般、ブルーベリーとかね、まあ、ラズベリーとか、蜂蜜、小麦粉、パスタ、これらの食品が大量に流れ込んできているんですよ。で、価格が安すぎちゃって、まあ、半分以下なんですよね。で、あの、一生懸命作っているポーランドの農家とか、まあ、負けちゃってるわけですよ。で、売れなくなってしまってるんですよね。自国のものが。 であの何が起きてるかっていうと、その農家とかの作ったものが売れないので、農家とかがやっていけないんですよ。で一時期、電気代も、まあ、今ちょっと低いですけど、高くなっていたので、まあ、コストがすごい肥料は上がってるしね、ものすごいかかっているんですよ。だからそんな安く売れないんですよね。でそこに、まあ、ウクライナからのものすごい安いものがガンがン入ってきて、価格破壊が起きているんですよ。 で、これ一見ね、あ、なんでいいことじゃない、ね、安くなるんだったらって思うじゃないですか。ところがね、安すぎてしまって、その一生懸命作っている、まあ、卵のね、あの、まあ、業者とか、そういうのが、もう全然売れないので、破綻しそうなんですよ。でも逆効果。国内がめちゃくちゃ。あとは、あの、輸入してるのはいいんですけど、あの、 EU で許可されていない農薬だらけ。でそれも問題になってるんですよ。もうね、めちゃくちゃ価格は安い農薬がたくさん。もうね、どうしていいかわかんないんですよね。これを、あの、表向きはね、輸入、輸入ということで応援してますよというふうになってますけど、とりあえず裏ではね、 もううちの国はいらないから、他の国に持ってってくれっていう形になってるんですよ。だどんどんこれが西側に広がっていくんですね。中央から西に。要するにまあイタリア、フランスとか、どん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 、まあ、ドイツもそうですね、ドイツ、イタリア、フランス、どんどん真ん中から西の方うに、まあ、たくさん流れていくんですよ。そうすると、フランスなんかでも困るわけですね。自国で生産している、まあ、あのいろんな生産物があるんですけど、 全部負けてしまうので、大混乱が起きてしまうんですね。まあ、農家が破綻して、だから、買う人はいいですよね。買う人は安いので、まあ、どんどん買ってるんですよ。買ってるんだけど、そうすると自国の、まあ、農業が壊滅状態になってしまうんですね。で、まあ,あの、安いから買ってみたはいいけれども、あの後から、も、ま、う、あ、すんごい添加物が入ってる。まあ、農薬がすごいとかね。 基準値をはるるるかかかに上回ってるとか分かるんですよ買ってからなんですよね。大量に買い付けてから、いや、これダメだよっていうふうに。そういうものもあの多々あるんですよ。だから混乱が生じているんですね。だこれはね、もうどうするんだっていうふうにね、もうみんなあのフランスもハンガリーも怒ってるんですよ。これじゃもうめちゃくちゃになってしまうと、国内の農業がね。んだからこれはね、あのかなりその、 東欧のね、または中、真ん中の中央のヨーロッパの国は怒ってます。もうめちゃくちゃだ。何にも考えずにね、まあ応援応援とか言って、もう挙句の果てにこんなことになってしまったじゃないか。というふうに嘆いているんですよ。怒りをあらわにしているんですよね。これはね、もうね、あの、ただそういうふうに取引をしてしまったので、 ウクライナからね、どんどんやってくるんですよ。どんどん船が押し寄せてるんですよね。いやこれをどうするかっていうことなんですよね。で、まあ、ウクライナはね、ウハウハですよ。どんどん何でも買ってくれるんでね。これね、なんかおかしいですよね、だからね。やってることがもう本当、めちゃくちゃになってきてる。でこれは、おしまいにはもう買いませんよ。 うちは嫌ですよって言って余るわけですで。余るとどこの国が引き取るか。まあこれあのしゃもじ岸田の出番になるわけですね。余ったらうちで引き取りますよっていうことでしょう。まあ、どう考えてもそうやって回ってきますよ。でも実はいろんな検査をほぼせずにね、引き受けましょうと。みんなで応援して食べましょうと。ね。久しぶりの食べて応援ですよ。 本当にね、それがね、やってくるということですね。いやいやいや、とんでもない事態ですよね。これも始まってしまっていることなんですよで。こんなことになるとは思ってなかったとかね、あの、欧州委員会の人たちは言ってるんですね。いや、わかるだろうにね、だけどね、それ結果は分かってたはずなんですけど、こんなことになるってね、だからバランスが崩れちゃったんですよ。何でも物事ってバランスじゃないですか。 やっぱりバランスがね、あのやっぱりこう自国の製品と、まあ輸入してもいいんだけど、その量とかね、そのバランスを取りながら値段とかね、折り合いつけながらやっていかないといけないけど、もう何でも植えるかも、もうどんどん入ってきていいよ、どんどん買い取るよって言ってしまったんですよ。そういう約束をしちゃったんですよね。今どんどん入ってきて混乱が生じているということですね。で、その混乱が生じて余った余り物、全部日本が引き取る。 ことになるんじゃないかと思います。うーんね、これでいいのかってことですね。バカボンのパパじゃないけど、これでいいのだっていうことですかね。いや、いいようには思えないですね。だけどね。ということで、混乱が生じている。事態が発生している。というね、お話をお届けしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。